私、すごい重いの持ってる。これね、うちの自家採取のタレで取りましたね。桜島大根と、それと、聖護院大根と、なんかいろんなの混ざっちゃってこんな大きくなっちゃった。これ、ダイヤスの千枚漬け、ダイヤスのいっちゃった。今度作りますからね。重い。これだけでもう5キロ、6キロあります。一人一人が、一つ一つが、個性を生かして、花を開いていきましょう。豊家の、みんな働く、みんなも、個性が豊かですね。ゆいとらこも、個性豊かです。で、私は、何のために、この世に来たのかと。自分が、全体の一部で、何ができるかと。いうことを一生懸命考えまして、ホメオパスをやったりとか、農民、まあ、こういう自然農をやったりとか、それから皆さんに、真に生きるとはどういうことかということを、伝えるような講演をやったりさせていただいています。これが私の役目かなと思ってるんですね。全体で幸せになっていく。みんなが幸せになっていく。誰一人残さず幸せになっていく。これってすごく大事じゃないですか？だがゆえにですね、私、本当に皆さんが、まずは食べ物で幸せになってほしいので、このような個性豊かな、食べ物を作ってるわけですよ。アクもありますよ。繊維もありますよ。そんなみずみずしくなかったりしてね、食べにくいかもしれません。しかし、これがあなたの体が喜んでるわけですよ。ミネラルいっぱいで、ね、ビタミンいっぱいで、繊維いっぱいで、ファイトケミカリいっぱいの、個性豊かな、この豊かな豊かな豊家の野菜を皆さんに食べてほしいと思って、すごく願ってるわけですね。そしてね、まあまあ見ればですよ。ここも見ればほら、さ、これはまん丸だったけど、こんな長いのもあるんよね。こういうのもなっちゃうわけね。で、まん丸いのもあるわけ。個性豊かだね。で、曲がってるのもあれば、小さいのもあればね。で、こうやって巻いてるレタスも、いや、まあ、巻いてる、これは、白菜もあれば、うん。で、いろんなのあるわけ。人参もこれ、でっかいのもちっちゃいのもあるわけね。